雪に覆われた大山をバックに、さまざまな花が咲き誇る鳥取県南部町の鳥取花回廊。今日は肌寒い一日となりました。こうした冬から早春にかけて可憐な花を咲かせるのが、冬の貴婦人とも言われるクリスマスローズです。花回廊のフラワードームではクリスマスローズ展があさってまで開かれていて、原種や交配品種など会場にはおよそ200鉢が並んでいます。花びらに見える萼が受粉後も散らないことから、萼が落ちないとして受験シーズンにも人気の花となっています。こちらは少しうつむき加減の趣がある原種の花、オリエンタリスです。またこちらは交配品種のピンクダブルスポット、華やかな雰囲気を漂わせています。ピンク綺麗です。ちょっと地味だけど、花が好きでね。クリスマスローズは冬の貴婦人と呼ばれています。まだ少し寒いですけれども、冬から春にかけて楽しめる花ですので、ぜひ早い春を楽しんでください。この他にも春の訪れを告げる花が咲き始めています。花がリボンのようにくるりとしているのが特徴の万咲。春にまず咲くという言葉が由来とも言われていて、眩しい黄色が印象的です。この万咲の花は来月中旬頃まで楽しめるということです。